25時ナイトラジオで。皆さんこんばんは、朝日奈真冬役の田辺瑠衣です。皆さんこんばんは、秋山瑞希役の佐藤ひなたです。この番組はスマートフォンゲームプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクに出演する私たちが作品の情報や魅力をお届けしていく番組です。はい、なんと今年の配信がもう残り3回になってしまったそうです。あら、早いね。これ含めてですかってことだね。じゃあもう終わった瞬間から残り2回になる。2回になっちゃう。早いね。あっという間よ。あ、12月ラストの配信はね、12月24日の25時からになるらしい。でもこのね、サンタさんがね来るかもしれないじゃん。そうだね。そうだから、サンタさんを待つ良い子はあのアーカイブで聞いてもいいよっていうシステムらしいよ。確かに。でもなんか寝落ち用に流しながら、サンタさんを待ってもいいよね。サンタさんと一緒に聞く、いいんじゃん。サンタさんと一緒にニゴラジ聞いて、サンタさんにニーゴを布教するというのもですね。あ、そっか、大事かも。確かに。あれ、これどこのラジオですか。サンタさん聞いてくるかもしれない。確かに。なんてアプリゲームですか。ああ、プロセカみたいな。サンタさんが知ってくれたらもう怖いものないよね。そうだ、そうだよ。フィンランドに持ち帰ってくれるかもしれない。あ、そっか。そうだよ。じゃあやっぱサンタさんと一緒に聞いてもらって、っていう手が、ね、じゃあ寝ないでいただいて。あの24日の配信、私たちどっちかが出てるかわからないですけど、まあ、どっちも出てるかもしれないですけど、サンタさん聞いてるって言ってほしいですね。サンタさん聞いてる、プレゼント欲しいです。プレゼント、わ、プレゼント欲しいです、ください。ちなみになんか気になってるものとかあるの。あ、クリスマスコフレですね。あ、かわいげもクソもない。いやいいよ。でもなんか買ってたよね一個。ほんと悩み今日もしてきたの。あやさんなの。そう、オディオール様の。あら、まあ、バックステージというなんか舞台とかでよく使われる方のコフレを、かわいかった、ご購入いたしまして。あ、私スックにしたよ。スック色味いいですよね。そうなんですよ。迷いました、ルナソルとスックと、もうどっちにするみたいな。そうだよね。でもやっぱりお値段は高いので、ね、1個か2個が限界だと思い、とりあえず1個買いました。あ、私も1個買いました。やはりクリスマスはいいですな。あ、クリスマスって楽しいね。でもまだクリスマスじゃないです。クリスマス1ヶ月待ってくれよな。ちょっと浮かれちゃいましたけれども、はい、早速ね始めていきましょう、はい、25時ナイトラジオで今回もスタート。この番組はプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクの提供でお送りします。改めまして、田辺瑠衣です。佐藤ひなたです。はい、近況とかあります。近況ですか、うん、クリスマスのさ、プレゼントの話でさ、うん、ちょっと思い出したんだけどさ、うん、サンタさんに欲しいものを言わなかった時期があった。へえ。そう、なんかサンタさんなら意思疎通、私の思考回路を読み取って、うん、欲しいものを当ててくれると思ったの。ああ、なるほどね。そう、知的だ。そうなんで、何も言わずにクリスマスを迎えます、うん、で朝起きて、はぁって思って枕元置いてない。え、サンタさんって思うじゃん、うんうん、そしたらうちのお母さんがね、ポストになんか入ってたよ、うん、ポスト、そんな開けたことないけどいいんですか。小さい頃の私はね、どういう感じだ、うんうん、ポストに行きます。えっ、なんかすごい小さめのカードみたいのが入ってる、うんうん、なんかクレジットカード、うんうん、カードっていうか なんだろう、なんかね、もう本当に封筒みたいな、うん、届いて開けます。文庫本が入ってた。説明、うん、何のでも本だったの。なんか漢字いっぱいの本だった。読んでない、もしかして。読まなかった。あ、そうなんだ、うん、私でも毎年本はもらってたかもしれないな。あら、ま、本プラスアルファで何かこう、サンタさんがうちには2人いるので、サンタさんが2人も来てくれるんだ。片方が私にあげたいと思ったものと、片方が私にあげたいと思ったものが合わないという結論に達して、うん、お互い別々のものを用意するという、うん、
感じになってましたね。すごいね、今考えると。素敵。だから気づいたらすごい量が多かったですね。1個じゃなくて、こちら側のサンタさんとこちら側のサンタさんがお互い欲しいもあげたいと思ってくれたものを用意してくれてたから、そうなんですよ。すごいね。そうなんです。やっぱちょっとこのラジオ聞いてくれてる年齢層はね、ちょっとまだ若いから、その夢をぶち壊すようなことは言えないのでそうだよね。サンタさんはそれぞれ違いますから。そうね、いろんなサンタさんいらっしゃるから。そう、私誕生日がクリスマス近いんですけど、クリスマスプレゼントと別に何を言っても言葉を選んでいる、言葉を選んでいる佐藤ひなた。別にしてくれてたんですおー、okay、別だったんですよ、そうそうそう、なるほど、ね、そういうことです。だからなんかこうすごい得をする月だなって思ってましたね。あ、いいね。12月楽しみだね。楽しみです、うん、私の友達はこれが欲しいですって声優さんの友達なんですけど、言っても、アマゾンの箱がそのまま置いてあって、アマゾンの箱を開けたらシャラポワ選手の写真集だったらしいですねやっぱりでも難しいんだね、サンタさんに思いを届けるっていうのもね。そうですね、やっぱ文字で書いても伝わらない場合もありますから、じゃあラジオで話してもダメかかもしれない。あ、サンタさん、サンタさんということで、フィンランドから待ってるよ待ってます、はい、はい、ということで皆さんからね届いたメールをね紹介していきたいと思います、はい、じゃあまず私からいきますよ。お願いします。Y と書いてネギと読むさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、私は8月まで、会計士試験の勉強をしており無事に最後の試験まで受け切ることができました。うわ、すごい、すごい。試験が終わってからは前から気になっていたプロセカをひたすらやり込んでいます。すげえ。ゲームをプレイしている間は楽しいのですが、試験の合格発表が11月で、今月、毎日合否が気になって不安な日々を過ごしています、そこで皆さんは忘れたいことがあった時に気晴らしですることはありますか、といただきました。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。もしかしたらじゃあもう発表されてるかもしれない ね、 そうね。ね、じゃあ合格おめでとうバージョンと、ドンマイバージョン、ドンマイバージョン、どっちか分かんないからね。あ、そうだね。じゃあワインと書いてネギと嫁さん合格おめでとうございます。おめでとうございます。カット、はい、ワインと書いてネギと嫁さん、大丈夫、次の試験があるからまだ大丈夫、ドンマイドンマイ。よかった、合否が出たどっちかの気分の方で、今の感じを受け取ってもらえたらと思います。ねえ、まあね、すごい、どっちも選べるっていうね。そう、どっちも選べる、選べる、ね、都合のいい方を聞いてください、ね、はい、よろしくお願いいたします。忘れたいこと、気晴らし、忘れたいことあった時の気晴らし方法、まあでもどうだろうな、忘れたいことを先に確認取っちゃうかも、なんかこう、もう払拭するというか、これはダメだったんですかっていうのを確認して、本当にダメだったかどうかを受け取るまで、なんかこれ謝った方がいいのかな、どうなのかなみたいなのとか、ドキドキみたいなのはすごい嫌だから。あー、そうね、そう、オーディションとかも、これってもう合否来てますかとかめちゃくちゃ確認しちゃう、うんうん、私タイプですね。そう、確認か、確認できるやつはするけど、しないで寝たら忘れるからさ。おー、うん、寝る寝る、うん、でもな、試験の合否は寝ても忘れられないね。自分の自己採点とかしてもなんか不安だよね。そうだよね、大丈夫、でしょう、まあ、この配信日11月26日なんできっともう出てるのではないかなとは思うんですが、もうなんかちょっと大人になると試験から離れちゃうからさ。そうだね、試験のドキドキをちょっと忘れつつあるけど、そわそわ感私は嫌いだったそわそわ感ね、なんかね、もやーってさ、いい点だったかどうかっていうドキドキ感みたいな、なんか本屋さん行った時にトイレ行きたくなるみたいなのと同じくらいのなんかそわそわ感がありました。そうだねありましたね、まあ、でもさ、これだけ多分頑張って、ね、試験受けたから、どっちの結果になったって頑張ったっていうね、努力は時間はね残るので、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ続きまして、ラジオネームククさん21歳ですさんからいただきました。お、ありがとうございます。ありがとうございます。ニゴの皆さん、こんにーご、こんにーご、こんにーご。私はアメリカ人のファンです。ありがとう、ありがとうございます。いつもニゴラジオを楽しんでいます。
質問があります、うん、今日本語を勉強する、目標は来年の日本語能力試験 N2 を合格する、うん、だが、勉強のモチベーションを、募ることはまだ苦手です。何か勉強法とかコツなど教えていただけると大変にありがたいですということで、下にね英語でね文章書いてくれてるから、ひなたちゃんせっかくだから読んでほしい。絶対読めるけどね、るいちゃんも。ひなたちゃん読んでよ、読んでよ。 Sorry for bad Japanese, I love プロセカ Happy second anniversary といただきました。ありがとうございます。 Thank you。 そっか、 N2 ってありがとうございます。 ありがとうございます。 N2 って結構、うん、海外の方が日本語の能力検定を受けるってなると、うんうん、割となんかランクがぐんと上がるあれなので、漢字とかもね、うん、難しいですし、漢字カタカナひらがなそうだよ、ね、あるから、うん、難しいからね。難しい、すごいや。勉強法とかコツ、それこそさ、ひなたちゃんその英語の勉強とかしたりするじゃない、うん、そのコツってあったの？ない。あれ、なんか本当比喩ではなく血を吐くまで勉強するというのが一番覚えます。結構リアルな。本当に辛かった日々を思い出しますね。うん、もう定期的に、うん、英語を見たくないという時期が来、まあまあ頑張るか、あ英語見たくない、あ頑張るかというサイクルで生きてました。いや勉強ね、いや自分 の、 母国語じゃない言葉を勉強するってすごいハードル高いから、うん、高いよ絶対に。その中で日本語を勉強するって大変だと思います、うん、いや本当すごい努力、うん、でも一番なんかこうモチベーション上げるとかってなるとやっぱ日本のアニメを見るとか、うん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 、でそうヒアリングとかはできるんじゃないかなって、楽しくね、うんうんうん、ヒアリングできるのかなと思いますし、うんうん、あとはその字幕サブタイトルとかも、うんうん、消したりとかつけたりとかで意味をもうちょっと理解するようにできたりとかもするし、なんか日本語の勉強の仕方はアニメーションを通して、それこそプロセカもね、うんうんうん、海外バージョンも配信されてはいますけど、うん、その言葉は多分収録したものは日本語なんで、そうだね、日本語でこうヒアリングとかはできるかもしれないから、確かに作品通して英語の営業、英語じゃない、まあね、言葉をね勉強するっていうのもいいかもしれないね、うん、しボカロ楽曲とか特になんか結構言葉遊びとか難しい言葉遣いしてる楽曲だったりとかもあるから、うん、そこから漢字から意味を調べるとかも楽しいかもしれないですね。ね、ぜひ楽しんで勉強していただけたらと。そうですね、エンジョイジャパニーズライフですね。おう、何いただきました。はい、ではもう一ついきたいと思います。はい、伊藤さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。私はよく忘れ物をするので学校にペンを忘れてしまうことがよくあります。その時はコンビニで買うのですが、うん、家で数えてみたら30本以上あって引きました。皆さんはこれ家にたくさんあるなってものありますかといただきました。声優さんもそうじゃないかなって。私はあペン、うん、各カバンに入れてない、うん、あ入れてるイメージが、うん、でもなんか忘れちゃったとかで買ったりすると、うん、なんか気づいたら黒いペンとかが増えてたりとか、うん、あそうねするイメージありますね皆さん。確かにもう常にカバンに1本絶対入れといてる。あ、うん、なんかあるかもしれないしね。そうそうそうっていう感じにはしてるけど、多いなって思ったのは靴下。靴下、うん、どんどん増えてく。それは何で？おしゃれ靴下？普通に履く靴下、うん、靴下ってどうしてもボロボロになっていくじゃない、うん、でボロボロになったやつをすぐ捨てればいいんだけど、うん、なんか捨てずに新しいの買ってでそのままどんどん増えてってる。蓄積してってんだね。そうそうそう。そっか靴下か、うん、私は結構歩き方と踊り方に多分癖があるからかかとに穴開きやすいから。かかとに穴開くの？本当にそうそうそう。すごいね。おしゃれな靴下しかり、うん、リハ用靴下も、うん、かかとがすぐ擦り切れちゃって、いなくなるというかもうぼっかりこうちゃんと穴が開いちゃうから、あら穴開いた瞬間バイバイする。あそうだね、そこはさすがにバイバイした方がいいかもね。もう破れてしまいましたか、うん、確かに感じで
たくさんあるなってなんだろう、あんま分かんないかも。お本かな、うん、私は紙で読むタイプなので、うん、素敵だね、どんどん溜まっていっちゃいますね、うん、いや本もいいよね、 Kindle で読んだ方があれでしょうけど、まあね、場所をどんどん取っていくからね、わかるわかる、どんどん紙が増えていきます ね、 そ、 うだね、そんな感じでした。はい、ありがとうございま す、 います。ということで今回の紹介以上となります、はい、ここ皆さんからの投稿今マイクに頭ぶつけてたけど大丈夫もうここしか見てなかったわ、ね、すいません失礼しました、もう一回お願いします、はい、失礼しました、今回の紹介以上となります、はい、皆さんからの投稿たくさんお待ちしております。田辺るいさんありがとうございます。はい、それではここで1曲お届けします、はい、こちらの楽曲を先々週に引き続き2人で歌ってる楽曲、そうだね、続きですね、水木と真冬でが歌ってる楽曲です、はい、それでは聴いてください、ヴィラン。きっと手をつなぐだけでゾッとされる、ラットレース一抜けたら通報される、ビューだけじゃない、たったの僕はさ、 X とか Y とか別の演じ様は全力じゃない、今回はこちらのコーナーをお届けします。その話僕に聞かせてよ、お話好きの水木に皆さんの日常で起きた出来事やハプニングを送ってもらうコーナーとなっております。はい、ということで早速紹介していきます。お願いします。ラジオネームゆっくりプリンさんからいただきました。ありがとうございます。修学旅行に行ったんですけど、やっぱり修学旅行の醍醐味って夜じゃないですか、うん、なので私は友達と25時にチアフルライブをしました、うん、やっぱ修学旅行の夜にやるのといつもの夜にやるのはなんか違いますし、先生が来るんじゃないかってドキドキしながら夜起きて何かやるのは楽しくてたまりませんでしたといただきました、うん、かわいい、ね、修学旅行で懐かしい、嬉しい、チアフルライブをやっていただいて、ねえ、楽しかったかい、ね、楽しかったかい、楽しかったよ楽しかったよ帰ってきたいいなぁ、ね、修学旅行行きたい、修学旅行に行きたい、行きたいよ、楽しかったなっていう記憶ありますね。あ、いいね。あ、ない、楽しくなかった。え、何故、え、なんか乗り物用意しちゃって。何の？USJ に行ったの。ああ、そうで、
乗り物用意、しょっぱなで乗り物用意しちゃって、なんかさ、修学旅行のその卒業アルバムの修学旅行の写真だけ自分が写ってて、すっごいつまんなそうな顔してるの、一人だけもう酔っちゃってるからね。そう、みんなすごい笑顔の中、私ドアップでつまんない顔してるのそう、あー気持ち悪いと思ってそうだからね、あんまいい思い出ないんだけど。そうか、ある。私はなんか中学の時はなんかちょっと変わった学校だったので、なんかこう自然と触れるのを大事にする学校だったから、長野に民泊をして、あーいいね、田植えをひたすら朝から夕方までさせられ、させられすごい、それは辛かった。あ、辛かったね。けどなんかその、その地方の食べ物というか、なんか蚕とかね、なんか普段自分が望んで食べるものじゃないものに挑戦できたのはいい経験だったなっては思うけど、それよりも高校の方が楽しかったなって。お、高校はどんな。高校はハワイに行ったので。あら、あ、いいわね。なんか家族旅行以外で行くのがそれが初めてだったので、親がいない成田空港とか。おお、なるほどね。なんかこう、ま、部屋の割り振り的にそんなに仲は良くなかったこと、二人部屋だったんですけど、まあでもそれもそれで結果的に仲良くなれて楽しかったし、なんかダイヤモンドヘッドを登るって私が人の話聞いてなかったんですけど、なんかダイヤモンドヘッドついてから、あ、ダイヤモンドヘッド登るんだみたいになり、あのデニムを破いたのもいい思い出です。破い、デニムを破いた、膝をボロボロに破くという。もともとややダメージデニムだったんですけど、なんかちゃんと足を使って登るしかなくて、登ったらダメージデニムどころか、もうなんかオールダメージデニムみたいになって、オールダメージ。それも含め楽しかったですね。あ、楽しかった。めっちゃ楽しかったです。あ、じゃあよかったよ。もう一回ハワイ行きたいなって思うくらい楽しかったけど、まあ、今は円安ですから。円安ですから。おお、なかなか気軽に旅行行こうって海外は行きにくいですけれども、いつかまた行きたい。中学旅行てかプロセカのイベントで海外行ってみたいですね。おお、いいですね。ぜひぜひです。ぜひぜひ。ではもう一つ読ませていただきます。はい、ハニムニさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。私にはプロセカをきっかけに好きになった人がいるんですが、最近メガネからコンタクトに変えていました。あら、本当にかっこよすぎて、変えた初日は投稿してきた彼の姿を見て顔を真っ赤にしてしまいました。わら、誰にも見られないように机に伏せていたのですが、顔が真っ赤だったのを見られていたらクラスのみんなは察していたと思います。わら、ちなみに私の推しはさきちゃん、るいくん、みずき、とうやくんで、あれ好きな人の推しはつかさくんだそうです。はぁ、はい、中学3年生14歳です。さきちゃん、るいくん、みずき、とうやくん、つかさくんだそうです。感情が消えた前回のコーナーやらなきゃいけなくなるよ。感情がいなくなっちゃったよ。ま、全世界に真冬推しはいますから。そうだよね、たくさんいるもんね。これはもう1割くらいです。あ、の方がくれたメッセージです。確かに。いや、もうでもね、あのみんないいキャラばっかりだから。そうですね。たくさん押していただいて感謝の気持ちと。そうです ね。やっぱ男の子のキャラが、あ、秋人だけ入ってない。あれ、そっちの方がかわいそうだ。でもさ、ちょっとあの気になって、笑全然笑ってねえと思いながら。なんか笑ってた方が笑みたいな感じで言った方がよかった。いやいやいや、笑いやでもって書いてあるからね。すごいお便りだね。だってさ、メガネからコンタクトに変えてキュンした。そうだよ、しかもプロセカきっかけで好きになったんだから、なんかいいな、そんなキュンしたとかそんなエピソードいいな。キュンしたとは書いてないですけどね。顔を真っ赤にしてしまいましたと書いてあります、ね、キュンしたんだよ、それはキュンしたんですね。イコールキュンしたんですね。イコールキュンしたんだよ、それは。そんな中学時代なかったな。ねえ、なかったわ。自分が生きるのに必死だったわ。わかるわ。わかる。なんか周りを見てなかった。いや、そうだよね。めっちゃ一緒だよ。周りの髪型、メガネ、コンタクトの変化とか、なんかあれ、そう、あの人メガネだっけって、なんか突然たまに気づくっていう。変わってるかもしれないみたいなあるけど、本当自分に必死でした。いや、わかるよ。
いやでも素敵だね、そんな学生生活。いいな、いいな、ちょっと幸せだね。ねえ、もうそういう話どんどん聞きたいですわ。どんどん聞きたいですわ。ねえ、いいな、ね、素敵。いや、すごい高笑いが聞けてよかったということで。じゃあ高笑いは私が司先輩の真似をした。あ、書いてあるわけじゃなかったの？私が笑いました、勝手に。すごい、だってさ、スタッフさんとの連携バッチリで急にちゃんとエコバシって決めてくるからさ、打ち合わせしたのかなと思ったもん。してない、勝手に私が笑った、勝手に私が笑った、そして勝手にエコーをかけた。そういうことか。そうそう、すごい、きっとるいちゃんが何か言うようにエコーを待機してくれてたんですけど、私が勝手に笑った。あ、そういうこと。そういうことだったのか。そういうこと。なるほど。じゃあもう一つだけ紹介しますね。はい、お願いします。ラジオネームプロセカもやし大量発生16歳さんからいただきました。すごい名前、ありがとうございます。クラスの友達が5時間目とてつもなく眠い時間の英語の時間中、うん、コンタクトをしたまま寝てしまい、うん、目の白目の部分を傷つけてしまったらしく、ドリルで傷の部分を削り、過去麻酔なし、傷から菌が入らないようにしたと聞かされました。さらに放課後までスマホは使ってはいけないのに、休み時間にこっそり使って LINE をしていた時にその報告を受け、ドリルの衝撃でいろんな人にそのことを言ってしまったのですが、全部ドッキリで嘘をつかれてました。心配して損した気分でしたが、何もなくてよかったと思う今日この頃です。そうね、この嘘を考えるのに3日使ったそうですと、いただきました。楽しそうだね。なんか若いっていいね。そうだね。なんだよ、ドッキリかよお前、え、信じた、お前、おい、信じたみたいな会話してんだよ絶対。そうだね、絶対してるよ。してるよ。いいね。そう、男の子だからね。楽しそうだよ。いいね。おい、俺ちょ心配しちゃったじゃん、やめろよお前。お前信じたマジで絶対会話してます、ね、ひなたちゃんのイメージの中の男子の喋り方面白いね、これ。私の周りにはこういう男子生徒しかいなかったんですが。そっかそっか。え、なんかもうちょっとキリッとしてる人とかいた。おとなしめ。君はなんかそういう嘘をつくのあまり良くないと思いますけど、みたいな喋り方だった。そういう感じだった。マジで、うん、あ、マジ、うん、あんまり出会ったことないかも私。本当、そうなんだ。やっぱ学校によって違うかもね。でもそこは地域性なのかもしれない。うん、あるかも。そうかも。うん、私の学年だけかもしれない、うん、ちなみに大きい嘘ってついたことある？大きい嘘、はい、おついてたかもしれないけど、やっぱついた側って記憶からなくなってしまう。るいちゃんはあるっぽいね。何についたの？え、ちょっと放送じゃ言えない。放送じゃ言えない。そんな滞在を犯したんですか？滞在を犯してない。滞在を犯してないし、可愛いんだけど、可愛い嘘なんだけど、うん、あのこのコーナー終わったらチラッと話す、ね、あ、チラッと話してください、うんうん、みんなは気になったまま寝てください、はい、でもそんな決してあの人様に傷をつけるような何かをしたわけじゃないよね。可愛い嘘をつきました。じゃあカットしてもらう前提で今言ってもらって、可愛かったかどうか私が感想言いますね。あ、分かった。じゃあカットよろしくお願いいたします。お母さんに くだらねえ。マジでくだらねえ。でもね、お母ちゃんの反応ね、マジか。くだらねえ。今この放送内でそんな盛り上げて言うような内容じゃないくらいくだらない。みんな寝ていいよ、本当にくだらないから。マジでくだらない。どうしてその大きな嘘で切り出してきたかわからないくらい、マジでくだらない。可愛かったでしょ。いや、そうですね、若かりし私、ね、何歳の田辺るいですか？え、でも高校生とかかな。何したの？かわいいでしょ。いや、かわいらしい嘘ですよ、うん、かわいい嘘でした。はい、ということで、はい、るいちゃんのよくわからない大きな嘘というのか、私的に聞いた感じでは超小さい嘘でしたけれども、はい、アリと同じくらいのサイズの小ささの嘘を教えてくれたところで、はい、今回の紹介以上となりたいと思います。はい、ということで皆さんからは、私たちに伝えたくて仕方ないことをお待ちしています。以上、その話僕に聞かせてよでした。25時ナイトラジオで
ここからはプロジェクト世界の情報をお届けします。ただいまイベント願いはいつか朝を越えてを開催中です。イベント終了後にはアフターライブもあるので、ぜひ皆さん参加してくださいね。また同時開催中のポートレイユアセルフガチャでは、星音、しののめえな、よいさきかなで、朝日奈真冬の3名の新メンバーの出現率がアップ中です。皆さんぜひチェックしてみてくださいね。詳しくはプロジェクト世界の公式サイトや公式ツイッター、ゲーム内のお知らせでご確認ください。以上、プロジェクト世界からのお知らせでした。お届けしてきました25時ナイトラジオでエンディングのお時間です。番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。ゲームや番組の感想、メンバーへの質問、さらに各コーナーへの投稿もお待ちしています。呼吸が1個入りました、ね、一瞬今どこ読んでたっけって思っちゃった、投稿はメールでお待ちしています。アドレスは25radio@pjseki.jp、番組概要欄にアドレスも掲載されていますのでご確認ください。皆さんからの投稿お待ちしています。はい、ということで55回目の放送でしたね。はい、ゴーゴーでしたね。ゴー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 テンション感ちょっと起きてきましたよ。起きてきた、起きてきました、起きてきましたよ。終わるんですよ、目が覚めてきました。エンディングなんですね。エンディングになっちゃったか、くそー、るいちゃんの知性嘘聞いて目覚めてきちゃった。騙してよかった。よかったよ、もっと早く言えばよかった。いやもうほんとマジでもっと早く言えばってなんだそれ伝えてあげればいい、今このタイミングでよかったよ。本当よかった。いや今年も間もなく終わるということで、プロセカも2周年を無事迎えまして、うん、3周年に突入しましたね。そうだね、3年目か、3年目に突入しまして、うんうん、これからもいろいろ動きがあるのではないかなと、うん、楽しみは募るばかりですね。いやほんといろんな展開待ってるって発表があったりなかったり、あったりなかったりっていうのあったりなかったり、あったものもあるし、まだ発表されてないものもありますからね。そうそうそう、うん、いや楽しみです ね、 ね、個人的にはやっぱちょっとなんかプロセカキャストさんと会えた時間がすごい楽しかったので、うんうん、もっと会える時間が欲しい。確かにいろんな方お会いできたかもね。なんか普段ももじゃんさんとか、うんうん、ニーゴのメンバーとしてもそのセリフ内であんま話したりとかが、うんうん、そんなに、しずくさんと、うんうん、しずくちゃんと、愛理ちゃんは話すけど、うんうん、他の2人とかは話できないけど、ニゴラジのおかげで、うんうん、その吉岡さんとは話できたりとか、感謝祭のおかげで生の小倉優衣さんを眺めさせていただいたり、うん、幸せな時間があったので。確かに私もさきちゃん、さきちゃん、あ弊社ですか、さきちゃん大好きなの私。弊社の磯部かりんをご所望でしょうか。可愛らしい、可愛いよね、可愛らしい貴族、貴族、可愛らしい貴族、不思議で可愛らしい、面白いね、面白いですね。ちょっと変わってる。あ気づいた、気づいた、ちょっと変わってんのよそうだよね、かりんちゃん、うん、ちょっと変わってらっしゃるけど、うん、もうね、あの空気感素晴らしいね。本当になんかベルサイユ宮殿にいそうだよね。うん、住んでそう、まとってるのが美味しいお紅茶とか、うん、飲んでそう。だから私すごい貴族のイメージ強すぎてさ、うん、山形に帰省した時に、うん、なんかバラチップスっていうのが売ってて、うん、そのバラをそのまま食べてもいいし紅茶に浮かせてもいいって書いてあって、買うしかないっしょと思ってあげたら、ありがとうひなたちゃんって、あの飲んだことがあるテンション感で返してくれたから、飲んだことがあったかもしれない、あまさかのなりましたね。すごい、さすがやっぱ普段からバラをたしなまれて、たしなまれてなんだそれはわかんないけどね。いやみんなで会える機会があったら本当嬉しいなと思います、はい、カラフルパレットさんよろしくお願いします。お願いします。ということでお時間です、はい、次回は12月10日25時から配信予定です。ここまでのお相手は田辺るいと佐藤ひなたでした。それではまた次回25時ナイトラジオで。どうしてもらってるんですか この番組はプロジェクト世界カラフルステージ
フィーチャリング初音ミクの提供でお送りしました。